死ぬこと心配ないんだとかなんか言ったところでですね、やっぱり心配しちゃうわけですね。だから、まあ、それはそれで、まあ後でもし時間とかそのなんかあの必要性っていうのがあればですね、あのいろいろあのご説明はあの構造的なもあれとしてするんですけれど、で、うん、あのその前にですね、その皆さん の, あの個々人の多分視点感というか、そういう死に対するそのアプローチっていうのを、多分あの人の精神と一緒だから、 ある人の考えっていうのは多分自分も持ってることだし、でというようなことで、まあ、ちょっと整理は多分できないと思いますけれど、そこでそういうことを、まあ、話し合うんじゃなくて、なんか要するに聞くばっかりになっちゃうかもしれない、スタイルになると思うんですけど、あんまり議論っていうかそういうのはやってもしょうがないんでありまして、というのでどうかなというふうにあの思った次第で、初めての試みです。それで、まあどうするイントロみたいのちょこっとやった方がいいのかな、こうかあのもうストレートにスタートしちゃっていいのか、それともあのこんな生じ問題については、まあ、こんな話がありますって言った方がいい、あの誰々がこんなこと言ってます、時はどういう風に始まるんですか。すぐ始まっちゃう。だからそれでもいいんだけど、なんか話しにくいかなとか思って、それでだから取っかかりでね、なんかやるんであれば、そのまあ一つは例えば正法現像にはこう書いてありますとか、それとか、まあだからまあじゃあちょっとイントロでやるとそうだな。あと何かありますかね。あとあのまあ全関係で言ったらどうだろうな。あと。まあ、要するに話の取っかかりでこれにこだわることはないんですけど、寒山かなんか、寒山禅師っていうのは正源寺とかなんか作った人で、あの妙心寺派だな。あのそれで寒山なんかだと恵元が舎利に生じなしとかなんか言ったりして、恵元が舎利っていうのは、恵元っていうのはこの自分の名前だ、俺のところにはシャリってここには少女はない、こういう人とかなんか言ってる人、全部そうだな。あとクリシュナムルティなんかだと、This has very little meaning って、要するに死にはほとんど意味がない、意味がない、 This has very little meaning、 意味がないだな、ないとか、あとはなんだっけ、生きながら live in the house of death、 死の家に生きるとか、こういう表現とかで、あとはあとどんなのあるかな、あとあの誰だっけ、あのシード・オブ・ナン・ゼンジだ、ちょっと全関係が多いけど、シード・オブ・ナン・ゼンジなんていうのは、死人となりてだな、なり果てて、なんだっけ、思うが間違えてるわ、まあ、思うがままにする技増強、する技増強か、する技増強か、要するにあの生きながら入ってた、生きながらだ、要するに生きていながらあの死んだようになって、あのなりてなり果てて、ともう完全に死に切っていけば思うがままにする、それでそのまんま好きなようにやってればあのいいのであると、こういう言い方だから、ここら辺はそうね、要するに終生期のイメージは生と死をはっきりさせること、こういうイメージだな。で寒山のこれは死ぬっていうのは非常に結構なことだよ、なんていうか結構なことっていうか、あのあれです。でね、あとはね、例えばね、全関係で言えば、あと吐卒三冠なんてあるな、吐卒三冠なんかだとどうなるかっていうと、吐卒三冠っていうのはあの
まあ、説明はいいんですけど、無門下に、まあ、禅の公案ですけど、3つの問題がありますと。で1番目が、なんだっけ、発想三元はただ検証ばかり、速根常人でしょう。要するに今速根だな、常人でしょう。お前の本性は速根常人、いずれのお前の本性はどこにあるか。これが最初の問題ね。で2番目の問題が、自称、それでその自称を蓄積すれば、本性が分かれば、分かれば、すなわち生死を出すと。要するに生死がないと。これ言語化したらいい、生死なしだ。生死を出すと。頑固する、死ぬときどのように死ぬか。どのように死ぬか。これが2番目の。要するにお前はどうやって死ぬんだと。要するに今お前は誰だと。で自分が誰だか分かれば、生死を出すと。まあ生死はないって言ってもいいや、出すと。で出したところで死ぬ時お前はどうやって死ぬんだと。こういうのが2番目。3番目が、生死を出すれば、すなわち故生死。そうすると要するに生死がないということが分かれば、すなわち故障死。で要するに死んだ後どこ行くか分かると。で お主はお前は死んだ後どこへ行くかだ。死んだ後どこへ行くか。これが徒訴資産観、まあ3つの問題だから。まあまあ、いろんな人の他にもいろんな死の扱い方っていうのはあると思いますけれど、まあまあまあとりあえずこんな抽象的なことは。であとは、まあ、あとはまあ、まあ、公案が多くなっちゃってもう恐縮なんだけど、で、まあ、あとは例えばお師匠さんと弟子がいて、それで葬式へ行くわけね、坊さんが2人で。それで葬式行って、そうすると弟子の人ね、弟子でお師匠さん、それでこっちは生と死の問題を、まあ修正期じゃないですけど、はっきりさせたいわけ。まあまあ死ぬのが怖いっていうことはあるんだろうな。でそこら辺を安心したいということで、おしけさんに聞くわけだ。で棺桶を叩いて生か死かとこう聞くわけ。そうするとこのおしけさんは言わじ言わじって、まあ、言わないって。そうするとこの弟子の方はですね、言わなきゃお前をぶん殴るとこう言うわけだ。それで言わじで、それでぶん殴ると。だから先生を殴っちゃう。それでもういられないから、そこの場所に。で他のところへ行くと。でまあいろいろよく曲折あるのがどうか、まああったんでしょう。で兄弟子のところに行くんだ。で兄弟子のところでこのいきさつを話をして、で生か死かって言われて、そう言わじって言われた。教えてくれと。要するに生か死か、こう聞くと、その兄弟子の方もまた言わじ言わじと。でその時にまあ悟ると、こういうまあ美しい話になってるんですけど、まあこううまく大体いくかどうかわからない。だからまあこういうのが、まあどちらかというと死を割合中、生と死っていうのは抽象的にこういうふうに、まあやまあまあ、まあ、どっちかするとまあいじくっちゃってるんですけど、まあこんなことを踏まえても踏まえなくてもいいのでですね、なんかその皆さんのお話を、まあ、すごく仰々しい話じゃなくてですね、お願いしたいのは非常に身近なところで、要するにどんなふうに考えるのか、死ぬのが嫌でも何でもいいんです。でそういうその生々しい話をですね、総論じゃなくてお聞かせ願えれば
嬉しいなということで、まあこれがいいのかどうかよく分かんないけど、まあ、一応なんで録音もされちゃうんで、でプライバシーの問題もあるかと思うんで、そこら辺はちょっとまあ、なんていうのかな、ご配慮いただいてです。でもし、まあ、これから、まあ、そういうの しない方がいいっていうんであれば、これ、まあ、次回からというか、なんかよく分かんないけど、こういうのもやめてやるっていうスタイルもあるかもしれないし。でということで、とりあえず実験的に、でメールではそういうことを言って、本当はみんなに一人一人言っていただければ一番ありがたいんだけど、まあ、そうもいかないと思うんで、まあ、パズでちょっと言っていただければありがたいと思いますので、でどなたかちょっと話しづらいかな、やっぱどうですか。深刻になっちゃうね。深刻でいいんだよ。あ、それはでも深刻でいいんですけど。ちょっと前で話した子供のところの。あ、いいですよ。ちょっとこっち、うん、はい、はい、あ、そっか、忘れた。どうぞ。そこだと気づ、聞きづらいですよね。大丈夫です。どうぞ。あ、大した話じゃないですけど、今ちょっと、ごめんなさい、ちょっと出してるんで、多分顔ずっと映っちゃってる。映ってもいいんですけど。はい。よければ。でも美しくなりましたね。あ、ありがとうございました。よく言われます。そう。今この塗装図参観でちょっとびっくりしたんですけど、本当に私子供の頃に多分小学校1年生ぐらいからだと思うんだけど、まあ、生まれた家の隣に綺麗なお姉さん3姉妹が住んでて、その3番目のお姉さんが私より5つぐらい上の人だったんだけど、すごく私は好きだったんですね。で本当に私はなんで隣のお姉さんではなくその隣の私として生まれちゃったんだろうっていうのが最初の疑問で、でそうこうしてるうちに、お姉さん綺麗だったわけね。お姉さん綺麗だった。それにそう、ね、それとも、どうして、それと同じくらい自分、どうしてその綺麗なお姉さんの体に入らないでこれに入っちゃったんだろうって思ったんですよ。どういう仕組みで私はこれに入っちゃって、隣のお姉さんは綺麗なお姉さんに入ったんだろうみたいなのが普通に疑問としてあったんですね。でそうこうするうちに、小学校1年の時に父の母親、祖母が亡くなったんですね。で当然孫なんでお葬式に行って、当然元気な時はうちに遊びに来たりして、おばあちゃんおばあちゃんって言って話したりしてたおばあちゃんが、お葬式に行ったら棺の中で固くなってて、でそれを見た時に、おばあちゃんはどうなっちゃったんだろうと。でまあ寝てるみたいにして収まってるんだけど、もう動かないで、これは死んだんだと、まあ、親から教えられて、で死んだったどうなんだろうってその時すごく思ったんです。で多分その時を同じくして、お若い方はご存じないと思うんですけど、吉永小百合主演の「愛と死を見つめて」っていうドラマがあって、そのドラマをテレビで見たんですね。で結局顔のがんかなんかで、その主人公の女の人は吉永小百合は死んじゃうんだけど、その最後のナレーションみたいので、死んだ後の吉永小百合があと3日欲しかったと。で3日あったら1日目はどこそこに行って
その人に会うと、で2日目はどこそこに行ってその人に会うと、で3日目はどうのこうのって、まあ細かい内容はもう覚えてないんだけどっていうナレーションがあったんですね、私の記憶では。でその時にちょうどその祖母が亡くなった多分後だったから、この人も死んじゃったと。だけど死んだ後こうやって自分があと3日欲しかったって喋ってるんだけど、実際死んだらこうやって自分も思い残したことを感じてこう辺りを見回したりできるのだろうかってすごく思って、魂みたいなものが本当にあるのだろうか、本当はどうなんだろうっていうのがすごいその時疑問で、で自分のことをこう夜寝る時とかに死んだらどうなるんだろうってこう考えると、こう目つぶって眠ったまま目が覚めないとすると、なんか果てしのない真っ暗闇だけがあって、でその時の自分っていうのは一体どうなるんだって想像すると、結局映像として何も想像できなくって、ものすごい恐怖に陥って、でだんだん眠れなくなって、でなんか要するにまあ結局死ぬのが怖いってことなんだけど、まあ、死んだらどうなるんだろうっていうのが一番怖かったんですね。で目が覚めると、まあ、親とか、まあ、友達とかに会いますよね。で、まあ、特に大人の人たち普通に生きてるじゃないですか。でこの人たちはみんな死んだらどうなるか分かってて安心してこうやって動いてるのか、それとも分かんないのに平気な顔してんのかなっていうのがすごいまた疑問で、だけどなんか特に親に聞いてみたりはしなかったと思うんですけど、とにかくそれがすごく毎晩寝る時に怖くて、で一番なんか死ぬかもしれないって思うのが、その時地震が一番死ぬかもしれないって、地震によって死ぬんじゃないかっていうのがあって、可能性ありますよね。そのうちだから地震がすごく怖くなって、で当時は小学校にだから3年生ぐらいまでは地震が来たらもう終わりだみたいな恐怖にいつも苛まれてて、で寝てても地震が来るのに5秒前ぐらいに目が覚めるようになって、当時はだからちょっと病気の領域になってたかもしれないんですけど、そんな感じでその頃からやっぱりだから死んだらどうなるのかっていうのがすごく、だから今この3つの疑問そのままだったんだなって。要するにこれはここはあれですね、隣のお姉さんに、隣のお姉さんではなく美人のお姉さんじゃなく、これ今も美人ですけど私はなぜ隣のお姉さんは隣のお姉さんの体に入って生まれてきたのに、私はなんでここに入って生まれちゃったんだろうっていうことと、それはまあ分かんない、死ぬだと真っ暗じゃないかと、こういうのでどうなるんだろうって、それで死んだ後どうなるかって、こういうことだと、それはすごいだから大きな疑問だと。で他の人はどうなってるのか、そう分かって生きてるのかっていうのが、どうしてみんな平気な顔してるんだろうと思いました。はい、ありがとう。渡辺さんどうですか。あ、後ほど、ちょっと後ほどちょっと考えようすいません、なんか多分なんか随分考えてこられたすいません、なんかこんな危機な年齢はやっぱ高い人の方がリアリティがあるから、じゃあ、嬉しいなと思って、まあ1年、1年ぐらいかな、渡辺さんもお邪魔するようになって、で、いろんなその参考になる話をちょっと聞いてきて、まあ、善はこうであるとか、から浄土は浄土系はこうであるとかっていう、で、まあ、知識としては非常にいろんな
まあ、前々からいろんな本を読んでその、試作はしてたんだけれども、そのことと、それから本当に、まあ、今の話じゃないけども、ね、寝る時にね、自分一人になって、その知識とかその善とか、うん、そのあれとか全部取っ払った、うん、本当のギリギリの自分の意識のところで、うん、そのいろんな、まあ、あのキリスト教の勉強もしたこともあるし、あのいろんな東洋西洋、うん、いろんなこの生死に関わるその側面があって、うん、それをあの自分で、納得できたというかなっていうか、うん、あのかつて、数十年前になりますけども、あの岸本秀夫っていうあの宗教学者がおられて、そして、死を見つめる心っていう講談社文庫かなんかであの出たと思うんですけど、ね、で彼はその50代か60代であのメラノーマ、あの黒色がになって、そして、うん、もうあの皮膚がんですから、何回も何十回もその手術をしながら死を見つめて、そして、まあ、最後はその、メラノーマで亡くなる、彼は宗教学者ですから、もう宗教のありとあらゆる、国際的にも活躍してましたので、ありとあらゆるその教義、いろんな宗教のその、で宗教学っていうと、その文化人類学的ないろんなその学問にも関わってきますし、そういうところで、でも彼はね、最後、自分でその死後の世界ってもう最後まで納得できなかったんですよね、うん、それだけ勉強した人が、ね、最後彼は何と何つったかっていうとね、別れの時っていう、別れ、うん、さようならですね、うん、死とは別れの時である、うん、でそんなことはもう子供だって知ってるっていうか、ほらおじいさんが亡くなって、うんうん、お別れしなさいってね、うんうん、だけどその意味の深さ、うん、その単純に別れって言ってるんだけれども、その非常にあので、20代の頃読んで、そしてその後その別れの時っていうそのこう言い方に対して、いろいろその むしろあのそういう別れの時って言っちゃったら、その発展性がないっていうことで非常にあの非難されたんですよね、その言い回しが、うん、だけどね、私は非常によく分かったというか、うん、これはあの本当にあの死と直面してあの考えてきた。だから渡辺さんの前でこういうあれ言っちゃうのとっても失礼になっちゃうんだけども、その宗教っていうものが、あるいは宗教的なるものが、その本当のその人生のその真実在をそのかえってその隠してしまう、うん、あのすごくそのエゲンがシャリに生じなしとかって、このその気合でいけとそういう、それがね、かえってこう どうなんだろうかっていう、うん、その知識的なものと、それが本当にこの自分で体現されてあの出てきたものであればいいんだけれども、ブレーズ・パスカルっていうあの、うん、哲学者が、16世紀ですか7世紀ですか、あのパンセっていう瞑想っていうあの、うん、本を書きましたけど、うん、彼は数学なんかでも非常に若い頃は、うん、で社交界で活躍して、もう文才も素晴らしくて、だけど
30代になって、あの非常に何て言うんですかね、こう自分に当たるあの決定的な改心っていう彼は言ってるんだけども、あの光を感じて、そしてあこのままじゃ自分はちょっとこれいけないんじゃないかってい うところで、そして彼の信じてた神っていうのは、まず子供の頃から西洋人ですから、あの聖書も読み、何も読み、いろんなその哲学書を読み、宗教書を読み、やっぱりやってたんだけど、最後あの彼はあのその神がその学者や哲学者の神ではなくて、あのいわゆる旧約のアブラハム、イサク、ヤコブ、あのイエス・キリストの神という、あのだから本当の旧約のその自分のその、ま、交わりとしての教え救う神っていうか、本当の実体としての神っていう、そういう、うん、だから本当のギリギリの線でこうあれがあるかどうかって、これ非常に個人的なことなんで、ね、皆さんに話すようなあれじゃないような気もするんだけれども、一応、はい、あのありがとうございます、すいません、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、あれです。私もあの全然自分では解決できてないんですけども、あの、私はあのまだ今62歳なんですけども、ね、5、6年前にちょっとあの高校の時の同窓会になりに行ったら20人ぐらいも亡くなっちゃってるんですよ。で、あの、まあ、一番最初に何人中でした？260人中ぐらいですね。まあ、一番最初に亡くなったのが中学校3年の時に東京生が亡くなってて、で、まあ、あのそういう意味でちょっと、まあね、あの戦争中じゃない、平和な時代ですから、結構そういう意味ではあのいろんな同世代の人に結構会ってきたんですけども、うん、まあ、なんていうのか、あの本当にまだ解決できてないんですけどね、いろいろ考えてはしたんですけど、あれですね、あの死っていうのは結構あの輪廻と必ず出てくると思うんですよ。死を考えた時に必ず輪廻っていうのは、それでね、あの、まあ、例えば物質的に言えばね、結構みんな輪廻してる、言葉で言えばね、例えばあの、ね、あの常に入れ替わってるでしょ。だから例えば渡辺さんの排泄物とかいろんなとこ行って、いつの間にか私が構成する原子が虫になってるとか、そういうのはずっと未来過去あの無限の過去から未来の映画までずっと続くわけですよ。それはまあ物質的にはそれで分かるんですけど、問題っていうのは何が問題かっていうと、やっぱり自分の意識がどうなのかなっていうのが問題で、それなかなかこうあの解決できないんですよね。で、まああのどう言ったらいいんですか、まあ、あの直感的に分かったのは、あの20、30歳ぐらいの時にあの中央アジアの方行って、であのパッとこう夜空見たらこうパーッとものすごい綺麗なんですよ。でそうするとね、あの輪廻っていうのは直感的に分かったような気がして、っていうのはあの自分っていうのはこういろんな大きなものの中の一つの特別みたいなもんで、あの皆さんそうだと思うんですよ。例えばこの指で見たらこう、これが私で、これが佐藤さんで、渡辺さんで、でその突起物がこうパッと出てきたので、ある時期やったらあの時間があの、ね、たったらこう死ぬ、こう沈んできて、まあ、これが人間だっても動物だっても、まあまあ、一つの同じようなものがポッと出てきたものがあのそういうものかなとも思ったりしたりしてですね、まあ、ちょっとあの何つったらいいのかな、あのとりともない話なんですけども、まあ、そういうんで、まあ、直感的にその輪廻というかあの命っていうのはそういうものかなとも思ったりしたんだけど、まあ、自分としては、まあ、さっき言ったあの意識の面でですね、なかなか解決はつかないなと。でね、あの一つ面白いのはあの柳田国夫っていうでしょ、うん、あの人の話があってね、あの人もこういろんなこう遠野物語とかいろいろ書いてこう、あのね、オカルト的な話とかやってるんですけど、やっぱりその人柳田国夫でもその死についてはあの解決できてなかったということで、こう、まあ、取り組みとの話になりますけども、なかなかあの意識の面では
解決できないなって思うんですよ。なんか私も話したいって人いませんか。締め締めときな。ちょっと辛いのがまあ、あんまり一般的じゃないんで。一般的な話じゃなくていいですよ。ちょっと、まあ、ちょっとあれビデオ撮ってるから。パス。パス。パス。じゃあずっとあるんだ。じゃあちょっとあの、うん、子供の時に、うん、小学校5年生の時に、まあ、ちょっとあることがあって。もう本当死のうと思ったんですね、うん、であの学校の帰りにランドセル背負ってちょうど通学路にすごい大きい崖があったんで、うん、そこぐっと登ってってで下があの国道ですごいトラックや交通量が多いんでここ飛び降りれば死ねると思ってどこどこ行って、うん、こう夕方ずっとこうじーっと見てたんですね、うんうん、そしたらばなぜか分かんないんですけどなんかパンって弾けたものがあって、うん、こうあっと思ってなんか死なな、その時に一番感じたすごい解放だったんです、うん、こう精神の解放みたいなのがポワッと起きて、うん、それでまあ今死ななくもいいかと思って、うん、どこからどこどこで田舎だったんで通学路も夕方真っ黒で街灯一つなくて畑道ずっと歩ってこうちも本当家帰りたくなくてちっちゃい時から家出ばっかりしてたんですけど、うん、あ帰るとこないからしょうがないと思ってこうゆっくりとぼとぼ歩いてたらあの農家の家でパッと明かりがうち、ん、にパッとついた瞬間に何ですかね、まあ、子供だったんで、うん、今世界中でこの一瞬にいろんなことが起きてると、うん、あの地球の裏側で泣いてる人もいる死んでる人もいる生まれてる人もいる一瞬で全てがあれなんだみたいなまあまあ本当小学校5年なんでそんな深い分かんないんですけどとにかく一瞬が全てだったでその時からあのとにかく死ねば楽になる 死はとにかく解放をもたらしてくれるっていうんでそこから死にたい病が何かあると死にたくなっちゃう死にたい病が始まるのとそれまではあれになりたいこれになりたいって、まあ、子供の夢があったのが何にもなるもんもなくなっちゃったんですね小学校なんか何にもなりたくなくなっちゃってただこうな流れて生きて勉強もなんかバカらしくなっちゃったのとでなりたいもんがないんでそのまんままあこうあれしてたんで家に帰るともうものすごいある共演が大人のバカらしい共演がもう怒ってるでしょで学校で教わってたまたま道徳の時間に嘘ついてはいけませんって言った先生がまあちょっとあのうちの商売の前で先生って言ったら嘘ついたわけあのいや先生ってこっちはただ声かけたのに本来は行っちゃいけない場所にいるわけですよ先生があの昔の道徳的には風俗かなんかですかだからそういうまあ、風俗関係みたいなところにパッといてでそこで子供でも分かるような嘘を言ってでその時に昨日その道徳を教えた先生が今日は大人っていうのはバカじゃないかってその小学校5年の時にでなんでこの人の悲しさが分かんないんだろうって、うん、大人になると人のこういろんな悲しみを忘れちゃうのかなと思ってだから悲しみと死は解放っていうのがずっとあれですね。で、まあ、ちょうど渡辺さんとお会いする本当一月か二月ぐらい前、もういよいよもし本当に死のうと思って、元半島ずっと一応死に場所につけて、パッと本当にもうこれはもういいと思って死のうと思ったら、まあ、たまたま偶然その時あの梅原さんがたまたま本当にね崖の上にまた立って打った時に電話が鳴って、で梅原さんで。そうなんだ。そう、この、だからその偶然っていうかね、まあ、まだ死ねないんだ。まだ死ねない。で、その時に、あのまあ、死ぬ時に、この後に及んで、まあ、借金があるから、残した人が迷惑かけちゃって、まあ、ぐちゃぐちゃ考えてて、いや、頭だけじゃ死ねないもんだなっていうのと、死にたいのと本当に死ぬって違うのと、で、あんまりにもいい天気で、で木のとこ鳥がポコっていて、でぐちゃぐちゃしてたのあの鳥が飛んだら一緒に飛ぼうっていうが今までのちょっとね情景はでまあそこから梅原さん電話あって、うん、でまあ
座ってみないかみたいな話になったけど、うん、そんな宗教とかそんなもんで私の今までのいろんなあれが解決なんかできるもんじゃないと思って全然耳貸さなかったの、うん、でたまたまあのその時間の終焉で渡辺さんの後書きがあの本当にあとちょっとハマったもんがあったん で、うん、でそこからあれだから死は私にとっては解放だったんですよ、うんうん、ただいざ本当に死のうと思うとなかなか死ねないなっていう、うんうんうん、ありがとうございます。いいですか。ありがとうございます。どなたかいません。いらっしゃいません。またじゃあ中島さんいかがですか。俺、うん、いやー、まあ、とりあえず自分としてはとりあえず解決してるからとりあえずだよ、うんうん、だからなんつったらいいのかな、まだ心肺停止脳死に至ったことはないからあらゆるなんていうの言葉というかあの概念はその先にはあ通じねえなっていうのは、うん、なんつうの分かってるとしたらいいのかな。だからある意味心肺停止脳死以降のことに関して想像するたり話したりすることはまあほとんど無理というか難しいというか、うん、まあ、うんいろんなことを話すこういう会を設けること自体は別にいいんだけどね、実際話したことがその心肺停止脳死以降に当てはまるかどうかって言ったらそれはもうほとんど、うん、無理でしょうと。まああとそれがこのまあ自分の感じなんだけど、でまああととりあえず魂はないっていうのはもう分かっちゃったんですけども、でもね、一つだけね、どうしてもちょっとまだ不思議な解決してないことがあってね、自分の師は川上摂丹老師なんですけど、彼はなんか朝座禅、坊さんね、川上摂丹老師って新潟のところで数年前、今も死んじまったんだけど、朝座ってると見えるっつうんですよ。そんなことをお首にも出したことはないんですけどね、あのやってりゃその修行の障害になるだけですから、そんな霊能力なんかみたいな、あれこの前そうしようと坊さんじゃねえかって、うん、ね、本当に死ぬ 数年前にちらっと言い始めたんですよね、うん、であれってということはどうなってんのかなってね脳死心肺停止脳死以降はあらゆることがもう通じないんだけど、でもそういうことが見えるっていうのは物理現象としてねどうなってんのかなみたいな、ちょっと興味があるみたいな、ちょっと SM チックっていうか、なんつうの、こういうのなんつうんだっけ、霊能力 SM チックじゃん、なんつうの、オカルト、オカルト、すいません、オカルト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 、すいません、すいません、ちょっと言葉が出なかったもんね、趣味はそうだけど今俺のね、こと頭の中ではね、SF って言ってたんだけど、言葉が SM になってる。だけど、本当に言いたかったのは、なんだっけ、オカルト。オカルト。二段目でした。ありがとうございます。そんな感じで。ありがとうございます。よろしい。あとどなたか、若い人なんかどう？特にない。あんま考えてない。いや、もう無理しなくてもいいんですよ。僕もやっぱさっきの同じようにやっぱ悩みすぎてというかもう精神的にやっぱもう限界が来て、まあ、死んだ方が楽だなっていう時が、まあ、もう本当に限界で、もう そういうことしか考えなくなって、なんかそなんだろう、その本当に一番どん底みたいな時にやっぱ同じようになんかもう死んでやろうってなったら、うん、なんかその今までのその、なんだろうな、まあ、悩んだこととかが、なんかそんなに、なんか実態はなかったのかなというか、で、やっぱそうなってくると、この実態はないのに、なんでそんなものにこんなに左右されなきゃいけないの、で、それをやっぱ調べ出して、で、まあ、警備会とか渡辺さんの話聞いて、で、やっぱ構造、脳の構造だとか、その、まあ、自分で作り出してる、まあ、幻想だよみたいな、それやっぱ構造を理解することによって、
だからある程度その、まあ、自分の悩みとしては軽減されて、うん、だから、なんだろう、そうですね、その構造を理解して、自分、ちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、うん、そうですね、まあ、いろいろ実態はないのかなっていうところにきついたんですかね。ありがとうございます。すごい。鈴木さん、あ、鈴木さんなんか考えそうだな、すごくねじこ、ぐるぐる回りながらどうぞお願いします、ぐるぐる回ってくれ。その後確かに見えないんですよ、多分どなたかおっしゃってたで、生きる意味ってなどっかに意味があるんだろうと思って一生懸命探そうとしました、うん、でその頃自然科学しか やらなかったんで、で、まあ、天文学なんかやると宇宙生まれて 100何十億年、うん、で地球が誕生して40何億年、うん、でその中で自分の意味って全く意味がないんですよ。でそれで宇宙の大きさから比べても人間なんていたっていなくたって関係ないんですよ。例えね、ジムって出てきて数十万年、たかたか数十万年なんですよ。ん、何か数十万年ですよ。人類で2、300万年で、ホモサピエンスになってまず数万人ですかね。でただとこで意味がない、いや結局何やっても意味がないんですよ。あの1000年生きようが1万年生きようが10万年生きようが結局全部終わりなんです。で、あの全地球を支配したってそんなの宇宙比べたら別にどうにもならない話なんですよ。でそれずっと考えていくと結局生きることって何の意味がないってことなんです。全く意味がないです。で、それじゃあ意味がないんだから死ぬと思ったんですよ。で、死ぬと思いました。で、実際思ったらハッと気がついたんですよ。で、死を選ぼうとしててハッと気がついた時にそこに死ぬ意味がなかったんですよ。論理的だな。いや、ないだろ。この死に意味があるとすれば、それは生に意味があった場合に多分死に意味がある。で、その瞬間に死ぬことに意味が、じゃあいずれにしてもどっちかを選択するっていうことなんですよ。両方に意味がないんだったらどっちかを選択する。じゃあ俺はじゃあどっちかだったら生の方を選択しよう、ということで今まで来てますけど、で、その後気がついたら、で、あの人間って、例えば意味がないんですけど、例えばこれって人間が作ったものですね、創造性なんですよ。だから人間ってあの自由だから、意味を想像すればいいんですよ。人生の意味がなかったら、生きる意味を想像していくに、自分で想像すればいいんです。これ作り出していけばいいんです。その時はそう解釈しました。で、これからちょっと話が飛んで、今から10年ぐらい前ですか、今の話と全く関係ないんですけど、ヘミシンクっていう、ヘミシンク、ヘミシンク、あの小説家の、ヘミシンク、ロバート・モンローが、開発したっていうのが、あの大概離脱。大会離脱、自分の意味を言う大会離脱を自分の意識がね、外で出すという、そういうセミナーがあったんで、うん、何回か行ってきました。で、その中で、まあその中の外に、死後探索というのがあって、三途の川を越えて、死んだ世界、三途の川が、フォーカス21って言うんですけど、で死んだ人が行くところはフォーカス27、でその間に段階があって、本来行くところに行かずに途中で引っかかってある人がいるわけですね。で、実際それってただ
ヘッドホンつけて、周波数をほんのわずかにずらして、シーターが、うなりっていうのかな、それでシーターを発生させて、それで、脳はそういう状態にして、人間の意識を変性式状態にするようなんですけど、でそんな中で、まあ、それ実際に頭の中にそういうイメージが湧いてくるんで、実際それが本当にあるかどうかは分かんないけど、そういう感覚が確かに得られるんですね。で、まあ、一つイメージとしてで、フォーガス20、死後の世界のところで、その魔界度なんかっていうのが、使うんですけど、でじゃあ、再生の場、生まれ変わりの場にところに連れてってくださいって、でまあ、それが一つのイメージなんですけど、なんだろう、あれはなんていうかな、その前に移動した瞬間に後ろから、その前にそう、再生の場に行く前にハンガーみたいなのがあって、そこに何かぶら下がってて、でその人が圧縮されて、それからその場所から飛んでいくんですよ、で、どっかの人の館内に入るんですよね、でその場で後ろから見ていると、大砲の弾がピン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 と飛んでいくんです、で多分あん中にそういう人間のその飛んでくる人の意識が入っていて、でどっかの人の中の中に入るのかなというような、その時、まあ、感覚でそういうイメージを持ったりしますけどね、まあ、その他にいくつかありますけど、今お話ししたのは本当にあったのかどうかは分からないです、ただ自分の頭の中で、そこで、まあ、そういうイメージが湧いたというだけの話です。ありがとうございます。なんだか、なんかいいじゃあ順番に結構喋るな皆さん。面白いな。もしパスでも何でもいいですよ。いや多分私この中で私が一番最高齢なんだろうと思うんですよ。じゃあお迎えが近いって言う。順番なのね。でも男女差があるからな。まあ、そうなんですけど、それだけなんていうか人の意識にっていうのはたくさん見てきちゃったっていうことはあります。で私がさっきおっしゃったけど、前で渡辺さんにお話ししたのは、一番最初にその死ぬっていうことがすごく現実として怖くなったっていう体験っていうのは子供を産んだ後です。でそれは子供を産む一晩もう難産で、子供を産むことっていうのを実際に体験した時に、子供を産むってすごくこう生まれるっていうふうに簡単に考えるんですけどね、実はその自分の体が子供を産むようにずっとプロセスを自分に教えていくんですね。こうすれば生まれるっていうのを、今は止める、呼吸を止める、今は生きる、今は何とかする。だから今文明の時代っていうのは何とか教室があって、お父さんと一緒にこう生まれるプロセスを勉強して、はいやってください、こういうふうにしてください、ヒーヒーフとかで やれっていう、そんなこと教えなくたって人はできるんです。全く習わなくたってその通り体は子供を産むようにできてるんです。でその体験を、その夜中中苦しんでその体験をして、子供が生まれた後にやっぱりその生命力っていうのは自分より若いですから、ものすごいエネルギーを持ってるわけですよね。でその自分よりも強烈なエネルギーを前にした時に、ああ私の方が先に死ぬんだっていうことを、現実の問題として、それまで人と死をたくさん見てきました。でショックだったこともあるし、いろいろあるけど、でもその本当に現実に私は死ぬんだって思ったのはその瞬間が最初です。ただその時の強烈さっていうのと、そのショックさっていうのは、今この間お話しした時もある、今思い出そうとしてもやっぱり現実のものにはならないんですよね。記憶としてしかもう覚えてない。でそれがやっぱり、ただその強烈さっていうのはその後同じようなことはもうなかったから、多分それが一番強烈だったんだろうと思います。で一番最近ではその母が亡くなりました。で母が亡くなる時に、亡くなるまでのプロセスっていうのはものすごく長かったんですけど、認知症になったから
自分でこうあがかないんですね、死ぬことに対して母は。そうすると死にたくないっていうあがきがないから、ものすごく自然に死んでいくんです。で少しずつ少しずつこう能力が落ちていって、例えばそのものすごく大きなマトリックスを持って、あのエクセルで言えばものすごく大きなマトリックスを持って、ものすごく頭のいい人だったんですね、数学なんかに長けてて。だけどそれもまず動かなかった。それからそうですね、いろいろあってコンピューターでいうとワードが動かなくなった。もうすでに私たちはワードかなり危ないんです。私たち今までSMだ。危ないですよ。壊れた人いますけど。危ないですけど、それが危ないです。で、まあ、もちろん体が動かなくなるという意味では動かなくなるし、それから声を出すっていうことがなくなるんですね。だから初音ミクとかああいうソフトが落ちてくるんですね。でずっとそのいろんな パソコンの中、コンピューターの中に入っているソフトがずっと自然に落ちていくんです。で大きなものからだんだん落ちていって、最後にその一番何て言うんだろう、元になるその OS みたいな、それだけが残って生きてましたけども、それもあの電源を電気を取り込むことができる。でもそれでもね、点滴は一切しないで、ちゃんとあの口から取って拒否しましたから、点滴は しない、あの延命治療しないって本人が言ってましたので、私もあのちょっと迷ったんですけど、でも本人があれだけ決心しているのをその妨げることはないと思って、あえてそのしませんでしたけど、そうやって最後はその食料を取れなくなって、電源がまあ落ちてるっていう形でなくなったんです。あの姿を見てるとすごく自然に、あ、人ってごく普通のその存在、その辺の存在なんだっていう、特別なものだと思ってるのは人間だけで、ごくごく普通に、なんて言うんでしょう、ナチュラルに存在している存在物の一つなんだっていうのがとっても自然に受け入れられて、あの母にはすごく感謝をしてますね。あのそういう見事なその生き様もね、強烈な人でしたけど、死に様もそうやって、うん、あのものすごく大事なものを教えてもらったっていうふうに思っています、ね。もう一つ強いて言うなら、あの死にたくないって思ってるうちには死ぬって大変なことなんですけど、あのいつでも OK って思っちゃうと、まあ、そういうふうに思えるようなことが私の上には、まあ、ありましたので、いつでも死んでる、あの、うん、何でもなく死んでるっていうことがになってくると、うん、あんまり生きる死ぬってね、うん、大きな問題じゃなくなっちゃうんですね、うん。ただまあせめて言うなら上手には死にたいなっていう、うん、あの、うん、その辺は思うことあります。ありがとうございました。どうぞ。どうぞ。パス、パス、はい、じゃあ、じゃあ先生。あ、私はあの、のりこさんと一緒で、あの子供の時すごく死ぬのが怖くて、あの小学校3年生の時に母があの乳がんになったんですけど、その予兆みたいな感じで、あのとにかく小学校行くと、あの救急車とかあの消防車が通ると必ず、あ、母が死んだって思って、ちょっとノイローゼみたいになってしまいまして、あの給食っていうものがもう食べられないぐらいのことになったことはあります。で、あの例えば家族で山をドライブして、あの何だろう、事故に遭った車があったんですよ。でうちの母を見ちゃいけないって言って、ですごい怖かったんですよ、それが。あのそれでその時思ったのは、もうとにかく人ってちょっとした差で、うちの車が事故だったかもしれない、ちょっとした差であの死に直結すると、常に死が身近にあるっていう恐怖感っていうのは、もうその母が乳がんになっちゃったら逆にほっとしちゃったんですけど、すごい怖かったですよ。あと何だろう、ちょっとしたズレであの死があるっていう感じは、本当に綱渡りしてる感じの恐怖感っていうのは持ってます。ありがとう。あの今日初めての方、よろしかったら、まあ、嫌だったらパスで。
死についてですよね、うん、僕はですね一度交通事故に遭ってまして、あの集中治療室に入ったんですよ、うん、でまあその間に、まあ、死ぬのかなと思う考えたんですね。そした時になんか結構母親に結構反抗してたもので僕は、うん、まあいろんなことになるんですけど、それが申し訳ないなと思って出て戻った時、あのまあなんとかあの健康になったんですけど、ちゃんとしようと思いましてそれからあのちゃんとあのいつそういうことがあってもいいというように生きなければならないなとは思いました、思いまして、それであのきちっとしなるべくはやりたいなと、まあやっててもあの全然無理な時もあるんですけど、まあ、なるべく生きてる間はそうしたいなっていうのはその時に感じました、うん、ぐらいですかね。ありがとうございました。もしよろしければと、あの自分が死んでしまうことに関してはあんまり怖くなくて、それよりかは死っていう言葉でパッと思うのは、その大事な人が死んでしまうことの方が何倍も怖い、私はと皆さんの話を伺っててすごく思いました。ありがとうございます。僕は全然まとまってないですね。まだ全然わからないというか、まあ、何人か知り合いも死んでたりとか、そのなんかみんなあっという間っていう印象ばっかりで、あって昨日から住んでたじゃんみたいなこととか、あれお金貸してたのに借りてた人いない、よかったなんかあっという間っていうのが多いです。なんかすごく怖いっていう気持ちもあるんだけど、なんかあえて怖く思ってるような気もしてて、自分すごく、あと本当に怖いのかなっていうのもあったり、いつもでもなんか怖いと思わなくておかしいだろうっていう感じの時もあったりな。でなんかその仕事しすぎてその仕事打つみたいなのあるじゃないですか、それにかかった時もあって、でもその時にその9ヶ月後ぐらいに本当大きい仕事が待ってて、それをどうしてもやんなきゃいけなかったんで、まあ無理やり直したっていう経験もあるんですけど、なる薬は取らないんで、なんかなんとかカウンセリングの人見つけたりとか、まあうつだと結局本も読めないし、映像しか見れないんで、漫画読めるか映像ぐらいなんで、で医療用の DVD とか買ったりとかしていろいろ見たり聞いて、なんとか立ち直るみたいな感じで、その時は死にたいっていうのがこうバチンってあるんだけど、いやダメでしょっていうのは2人いるみたいな感じ でそれはなんかそのカウンセリングでその半年くらいでまあ直していただいたんですけど、ある人それからもすぐ仕事だったんで、あのちょっとどうでもよくなっちゃったっていう、ああよかったみたいな感じで、あ死にたいみたいな気持ちがふっと消えてくれて、あ助かったみたいな感じ でそれからなんか死とかなんだろうみたいな感じで、その負けみたいなビデオを見させていただいたりとか、その死はないみたいなこととか、まあ、理屈は分かるんですけど、あのまずは全然分からないっていう感じですね、まあ、本当にそんな感じです。ありがとうございます。じゃあ先生、どうですか？私の場合はその、まあ、19歳ぐらいまでの時は人間にはこうすごく生きる意味があると思って特別な存在だと思ってたんですけども、だいぶそこで悩むようになって、それで結局そこで生きる意味はないっていう断定的な結論を出した時に、もう生きていてもしょうがないということで死んでしまおうかなと思ったんですが、ちょっと一歩踏みとどまって、多分人間の心も多分合理的にできてるだろうから、3ヶ月ぐらい我慢すれば多分やっぱり3ヶ月後生活できてどうでもよくなっちゃった。素晴らしい。10歳から先はもう別にその生きる意味とかはなくても別に十分に生きていけるようになった。ああ いいですか、ありがとうございます。じゃあ3ヶ月待てば3ヶ月もしよろしく。小学校高学年の時にやっぱり死について思うと怖くなってしまって、自分が死んだとは全く無になって暗いになってしまったら、自分は亡くなってどうなるんだろうっていうのが毎晩毎晩来て、で父親と母親が死んだらどうしようっていうんで毎晩眠れなくなって泣いて、だけど周りの人たちは普通に
元気に楽しく生きているっていうのが、だけどいつの間にかそういうのの時期が終わると、消えてて中学校とか入ったら部が全部消えて、またやっぱうつ病を私の発症して15年前くらいになりましたね。やっぱり死にたい死にたい死にたいっていつもなんか死にたい死にたいと思うんですけど、死にたくても死ねない、怖いんですよね。やっぱりいつも生きたいっていうのと死にたいっていうそ の, あの葛藤があって今に至るんですけど、だけどこういう仏教のとかスピリチュアルなことで死もあのないっていうことを知識では分かったんですけど、まだ体感としてなんか何パーセント7割なんかはなんとなく体で分かった感じはするんですけど、 100% バーンと落とし込んでないので、まだそれが頭だけの理解っていう感じがよろしいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ先生。先生構いました。あのそうですね、あの僕は結構あの人と会う機会が多くて、結構瞬間瞬間で会う人っていうのがたくさんいるんですけど、まあ、あのやっぱこう印象的に強い人もいればそうじゃない人もいるんですけど、このやっぱり死んでいくんですよね。それで死んでいくと、まあ、生きてるときは大人でいつでも会えるのだが、死ぬと会えないっていう、まあ、そういうことはあるなと最近思いやって、結構昔からか最近かなやっぱ思いますね。そんな感じですそんな感じでいいですか。言いづらいんですよ。ありがとうございますじゃあまたあの初めてですけどよろしかったらどうぞ。はい、あの私は結構あのうまくこう喋れるかどうかなんですけれど、小学校の時、まあ、11歳ぐらいの時に、あのなんか何で言ったか分かんなかったんですけど、まあ、ちょっと宇宙のこととかそういうのテレビとか出てるとなんか怖くなったりして、何が怖いかって自分が死んで無になることが怖いってことだったんですね。あのなんか2チャンネルとかでタナトフォビアって死恐怖症っていうのを見ると、やっぱり周りが死ぬのがあの家族が死ぬのが怖いとか、あと自分が死んだ後がどうなるのが怖いとか、そういうのがあるみたいですけど、私は意識がなくなるってことだけが怖くて、もう意識がなくなる、この自分が無になるってことがものすごい底なしのこうただの恐怖っていうか、もう何もない、何もなくなるっていうか、本当それだ、何もなくなるってことが信じられないっていうか、もういやで本当にもうその無っていうものに死っていうことに本当にこうスポット入ると、あの本当にジャーってもう走り出して、もうお母さんとかってあの叫んだり、こう神様っていうしか叫んで、もう あの家の中走り回ってたりしたりとかね、もう本当に耐えられないんですよね。で30秒とか1分ぐらいしか持たないんですけれど、あっって思って、でもなんだろう、怖かったっていう感じで、まあ普通にまた自分の部屋に戻ってって、またああ恐ろしい恐ろしいって無っていうのがもう怖くて、それが結局こう寝る前とか、あの寝るあの結局寝て意識がなくなってことも怖くて、でまあ寝るのが怖いっていうのもあったりして、で意識がなくなるって何だろうっていうと、記憶がなくなるってことが、自分の記憶がなくなるってことが怖いってことなんですね。
からってことなんですけれど、でまあそれは時々出てきて、まあ、あの小学校の頃は本当毎日あの寝られないぐらいだったんですけれど、まあそれでも時々思い出すとそういう状態だったりして、でまあまあ普通に生活してる時ではあまりなんないんですけど、電車乗ってる時たまたまそういう観念になるとどん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 ってなったり、まあ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 、あの一瞬でなんとかあのあれとどめることができるんですけど、あの電車の中とかでは本当に恐怖だけっていうことで、あのもう本当なんか人間の感情っていうか、あのそこの底にあるのは本当の死の恐怖っていうか、あの恐怖だけなんだなって思って、あの一番深いところの意識っていうのは、でそれはもうそれを体験したらあと瞬間はもう、ああ生きててよかったって感じで、あなんとかあの人生なんとか有意義に過ごそうっていう気持ちが出てくる、湧いてくるんですけれど、まあすぐ忘れるんですけど、であのまそれは本当にあの意識っていうことだけなので、あの死ぬっていうことはもう、私自身もこうあの他人世界があるってことはちょっと不確実っていう感じで、死んだ後のこととかも不確実なことなんで全く信じられなくて、あの自分の意識がこう続いてるってこと自体もよくたまたまこの寝て起きたら、まあ、自分にあのまた戻ってるんですけれど、それがこう連続してるかどうかも本当に確実なことではないわけであって、で結局意識が続いてないっていうことは、なんかあの記憶喪失になってもそれはもと同じ他人の記憶が入ってしまっても自分の体が続いててもそれは全く自分のイコール自分の死なんですけれど、だから輪廻転生とか仏教でそういうことを言ってるのがよく理解できないっていうか、来世とかいう人を信じられる人がなんかちゃんちゃらおかしいって感じなんですけど、でまた、まあ、ただどうも死っていうのは確実に来るらしいっていうのはちょっと信じてはいるんで、やっぱり怖いってことはあるんで、もうなんていうか、まあ多分宇宙人が来てあの不思議のかなんかを与えてくれるじゃなければまず死ぬと思うんで、結局まあまあそのクリシナムリティなんかって言ったら本当に自分の死って体験してないから観念だっていう感じで、あまり喋ってないっていうのはすごく共感できるんですけれど、あのなんかうんまあ本当になんか、うん、自分の意識っていうか本当に生きてるのか、あの世界があるかどうかってもうよく信じてないし、もう本当にこうもう自分はもう海の中に放り出されて、あの大海の中で上下左右分からなくて、うん、あの溺れてるだけっていうようなそういうの感じなんですけれど、本当言うと、まあ、まあそれで今は結局あんまりこう頭がボケてきたんであんまりそういう感覚が戻ってこないんですけれど、でもまあ真面目に考え続けてるとそういうのが戻ってくるんじゃないかと思うんですけれど、
結局そういう死っていうものに対してなんとかまあ救いっていうかがあるとしたら、そういう自分の意識を変えるっていうか悟りみたいなものであるかどうかわかんないですけれど、しかないんじゃないかなと思って、まあそういう仏教のそういう禅とかそういうのは、まあそういう悟りみたいなものは興味あるんですけど、なかなか実際にはなかなかうまくできてないっていうか、ね、いいですか、はいはい、すみません、もっとお聞きしたいんだけど、はい、それとりあえずちょっと時間の関係があるんで、はい、すみません、すみません、はい、じゃあちょっと先生、5分ぐらいで、5分、はい、すみません、いやいや違う違う、はいはいはい、今ね、ちょっと私はね、あんまり子供の頃からあんまり考えてなかったですね。ただ高校ぐらいからちょっといろいろあって、やっぱり死にたいと思ってたんですよ、ずっと。で、先ほどどなたが言ったように死ぬことが解放だっていう、その感覚はずっとありましたね。じゃあなんで死ななかったって言われるとちょっと困るんだけど、やっぱそれは一種のしがらみもあるしね、やっぱりあるじゃないですか、今自分が死んだらっていうかね、もちろん死の恐怖もあるし、それでまあそういうプラスとマイナスの力が若干こうね、プラスの方に行ったからまあ生きてたんだと思うんですけど、まあちょっとそういうまあしがらみとあるプラスとマイナスの力の力関係でね、若干そのマイナス方に行っちゃえばそのまま死んじゃうし、ただまあ死んだ場合は自分としてはいいんだけど、やっぱ残されたものを考えるとね、やっぱそれは死ぬべきじゃないっていうのはやっぱありましたね。それでじゃあ今もそうなのかっていうと、そうでもなくてね、割とこうなんていうの、しがらみがなくなったっていうのもあって、まあ死んだら死んでしょうがないっていうかね。それで死に対してはやっぱりその分からない、やっぱ不可知論ですね。私はだって生きてる間っていうのは死んでないんだから、死んだことっていうのは死ななきゃ分かんないし、僕だってあともう10年か20年すれば分かることだから、あえて考えてもしょうがないなとは思ってるんですよね。でじゃあ実際どうなるかっていうと、まあ肉体的にはなくなっちゃうんですよね。で精神もまあ分かんないけど、ただ精神っていうのはさ伝わるじゃないですか、そういうものはね、その言葉とかなんか、でもまあ実際にはその場である程度なくなっちゃうんだと。じゃあその死に対する恐怖ってあるかというと、最近ちょっといろんなあそこに座ったりそのなんかな修士学って言ったらなんかね、その死ぬまでのプロセスをね、ホスピスじゃないんだけど、そうすると自然な死に方っていうのはすごく楽なんっていう、何こう自然なね、自然な、そう、本当こうなんていうの、自然な死に方っていうのは苦しくないっていうかね、そういうのが結構実際そのいろんなデータからもなんか言えるらしいんで、まあただ死ぬ時苦しむっていうのはそれだけは嫌なんですよね。痛い思いして死ぬとかね、だからまあそれだけは嫌なんで、別にだから自然でこうね安楽死なんかもいいと思ってるんだけど、まあだからまあそうですね、まあ、死後っていうのはだからそういうのはなくなっちゃうんだけども、それはね物質的にはまあその大地に帰るっていうか還元するんだと思うし、まあ、精神的には次なもの、うん、言葉とそういうねあれで伝わっていくというふうに思ってて、で自分の今親も私ももう親もまあちょっと認知症でね、だん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 その先ほどどんだか言ったみたいなそういうプロセスたどってんですよね。だんだん頭がこうボケてきて認知症になって、でだ今言葉がなくなって、まあ普通に生きてんだけど、こんな苦しむ様子ないんでね、でまあそういういろんなやそうした場合どうですかとかね、医者と言われるんですよ、そのなんか緊急な場合ね、こういう医療しますか、
だからもうそれは私個人もそういうなんていうの尊厳、私も尊厳指導会入ってるし、母親もまああんまりそういうのやってくれなくてたんで、まあその辺はね自然に行けばいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。年について、まあ、思うところはいろいろありますけれども、今特に思っていることはですね、で最近あの痛くない死に方っていう面白い本が出てて、あのお医者さんが書いた本なんですけどね、うん、まあ、そして、まあ、としてのたうちもあって死ぬ人もいれば、こう、老衰して自然にいろんな、あの機能が衰えていって、そのろうそくの火が消えるがごとくに、死に至る人もいるね。この差は一体何だろう、どう死ぬんだろう、ね、死ぬんだったらこう、安らかに自然に行きたいなっていう、まあ、願いがあります。で、その本の中で、その下手にその、なんだろう、延命治療とかしない方が、しないで、まあ、緩和医療で行った方がこう自然に安らかに死にこうできるみたいなこと、あるいはその結局死の恐怖っていうのは何か死に移行するまでにその肉体的なあるいは心理的なあるいはどうしても思い残していることはこれをやらずに死ねないといったその魂レベルのそういった痛み苦しみも含めて、そういった苦しみがどんな苦しみに苛まれるんだろうっていう恐怖が結局、僕の中では死の恐怖なんですけど、そういったことも含めて賢く生きたいなと、できるだけこう七転八倒打ち回って死にたくない、事故で死にたくないと、死ぬんであればですよ、死なずにその何だろう肉体をこの光の身体、何だかのヨガだとか、あの光の身体、虹の身体っていうか、そういうのに変えたり、今なんかすごいブームなんですけど、カンさんっていう人が仙人みたいになっちゃって、その肉体が精妙なね、あのボディ、精妙な身体に、移行してこう時空とか、時代にこう、移動できるような状態になって、もう自分のもうそうなってくると、ヒマラヤに住んでるマハーバタっていうババジー、あの人は何百年も生きてるって話だけど、そういうふうにずっと生きられるのか、自分の意思で、まあ、その肉体そういった身体も捨てることができるのか、まあ、そういう人の中にはいるんですけども、まあ、できたらそれができたらいいなと思うんですが、まあ、できないにしても自然に苦しまないで、痛い思いしないでいきたいなと、それからなんか心から望むこと、これをやらずに死ねないなっていうようなことをやり残して死にたくないな、本当に魂が望むことをやりきっていきたいなってそう思ってます。はい、ありがとうございます。それであのどうあのすごい幼い頃の記憶っていうのがあまりなくて、うん、なんですけど小学3年生の時に夏の臨海学校で夜真っ暗でキャンプファイヤーやってて、すごいみんな楽しくやってて、でこうちょっと上見た時に星空がわーっとすごくて、でその時にあ僕もいつもなんで生きてられないんだってことは、多分それまでなんか自分は死なないって思ってたことだと思うんですね。記憶がないんでちょっとわかんないんですけど、でもその死ぬんだって思った瞬間からもうキャンプファイヤーで喜んでる子たちとも一緒に楽しめなくなっちゃって、だからその時に初めてその他者っていうのがすごいはっきりして自我ができたのかもしれないんですけど、でその後はなんかもう生きてるのが辛い時とかにその楽になる方便として死んだら楽になるみたいになってきたりとかで、多分なんだろう、
なんでその死っていう方便を手に入れたかっていうと、多分それお母さんが教えてくれたんですよね。その臨海学校の前かとかわかんないんですけど、飼ってた獣始末が死んじゃって、でなんかその亡骸見たらもう物なんですよ、ね、明らかになるんですね。昨日までチュンチュンしても違って、でなんかそれお母さんに聞いた時に、これ死んだのよ、でそこで多分死っていう概念が出て、なんで多分だからそのさっき話した臨海学校での経験でも、そのなんか自分も死ぬんだって思ったんじゃないと思うんです。なんかいなくなるって、うん、すごいなんかすごい大きなものに打たれて、なんか畏敬の恐れを抱いて、なんか自分の存在がすごい揺さぶられたみたいな感じだったと思うんですけど、でもなんかどっかでそれが死にすり替わっちゃった気がして、ちょっとすごい笑い話みたいなんですけど、その星空に明日のジョーの力士徹の顔が浮かんで、でそのなんかテレビアニメで明日のジョーを見てて力士が死ぬんですよね。だからなんかそれがなんかこう説明として入って、だからなんかでも死っていうのはそういった意味でもすごい便利な方ではあるんですけど、半分前かしかなっていう気もしてて、でまあ肉体は老衰していずれ滅ぶことは滅ぶんですけど、でも果たしてそれと死を結びつけて、死っていう概念を結びつけていいのか、あと全然その否定するつもりとか批判するつもりないんですけど、皆さんお話伺ってて、その死んだら自分が無になることが怖いっておっしゃってるんですけど、なんでそれが分かるのかっていうんですよね。無になる、じゃあ無って何だろう。その先ほどおっしゃってたその寝るのが怖いっていうのはすごいリアルで分かるんですね。その寝るのが怖いっていう意味で死ぬのが怖い、無意識になるのが怖いっていう意味の、その無なら分かるんですけど、なんか何もなくなるっていう無っていう概念になっちゃうと、すごいいろんな尾ひれがくっついて、必要以上になんか恐怖が膨らんでるのかなっていう気はします。だからなんか死んだらどうなるかは、その明日の天気がどうなのか分かんないのと同じぐらい分かんないことで、それは怖いんですけど、でもなんかもう死んじゃえばもう死んじゃってるしっていう。ありがとうございます。村本さん、いい、あのさ、アントニーする、なんか言わなきゃいけない、そうそう、なんか言わなきゃいけないからパスでもいいの。いや、なんとなく、あのね、ちょっと一回、みんなを順番にお一人ずつ、あ、死について、うん、そうそう、お前、後でもいいですよ、今来たからいらっしゃって、あ、ちょっと頼みます、出てかんすよ。どうぞ、じゃあ、そこの太った方。なんでそこにも引っかけないんですか、ひどいな。私は死は、なんか小さい頃からその考えてますし、なんていうの、小さい頃の記憶がすごくよくあって、もう小学校上がる前から、死が本当に怖くて、すごい恐怖でした。で何が恐怖かっていうと、やっぱり意識がなくなるのが怖いんです。なんか永遠っていうか、なくな無がその永遠に続く、私がなくなっている状態が永遠に続くっていうのを、もうなんだろう、リアルに想像した時、なんか冷や汗が出てきて、もうじっとしていられないぐらい怖くてしょうがなくて、どん底に陥る。でこうやって話してるときは全然怖くないんですけど、一人でなんか寝るときとか目つぶって死について考えようと思って考え始めると、本当に今でも冷や汗が出て、もうなんか寝てられなくて起き上がるぐらい怖くなるんです。だから、まあ、今ちょっと座禅サボってるんですけど、まあ、こうやって無事を、まあ、自分なりにやったりとか、まあ、座禅するのもそういった死の恐怖に、なんだろうな、対抗っていうか、死の恐怖を和らげる練習をしているようなものなのかなとはちょっと思ったりしてます。よろしいですか。はい、じゃあ、本さん。20代、21、2歳ぐらいの頃、すごく悩む、いろいろなことに悩む時期があって、すごい、心身ともに、すごいストレスを受けていて、である晩、もう本当に
悩み疲れて体調をちょっと崩しちゃって、過換気症候群みたいな、心臓がドキドキしちゃって、そう、息がなんかできない。いや、息ができないです。はい、で、ちょっと実家にいたんですけど、救急車で運ばれる。ですごくリアルに、あ、もう死ぬなと思って、指先からこう感覚がこうなくなっていく。おすごいね、それ。でも足とか感覚なくて、そこら辺感覚残ってるって感じで。で、父と母いたんですけど、父の手に入れながら、あんな死ぬのかなって。こう、その時に初めて実感としなく死ぬのを意識した。そういうことがあって。で、まあ、結局、まあ、過換気症候群ってそれで死ぬあれではないので、その夜中だったんですけど、病院に行って、なんか心電図が取って、でその後家に戻ってきて、で一晩寝て、で次の日目覚ましてもうちょっと外を行く用事があって、外出たらリアリティが全然なかったんですよ。体がなんかふわふわ浮いてるみたいな、でなんか夢の中いるみたいな感じがすごくして、何なんだろうと思ったんですけど、でしばらくその状態続いて、多分今もその状態続いてるんだと思うんですけど、慣れちゃって、そうなんかあまりリアルに世界を感じられないみたいな、でそれをきっかけに夜中にやっぱり心臓をドキドキして目覚めて、足になって思って目覚めるっていうことが結構続いて、最近はなんか気づいてみたらなくなったんですけど、結構感覚、割と短い感覚でそういうことがあったりして、でももちろん死なないんですけど、すごくリアルなんですよ。目覚めた時にあもう死ぬなって思うんです。いても立ってもいられなくなって駆け出したりするんですけど、そういうことがあったんですけど、最近はめっきりの出るのかもしれない。私、死についてって考えるときって、死でなんか何かが終わるっていうことが怖いっていうよりは、なんかな、まあこれは割と小学生ぐらいの時から思ったりしたんですけど、そこで終わらずに何かが続いていくとしたら、それがなんか続いていく、永遠に続くみたいな怖いと、なんか終わりがないっていうこと、終わるのも怖いんですけど、終わりがないっていうことも怖くて、なんかニッチもサッチもいかないみたいな、そういうことをたまに一人ぼーっとしてるときに考えるとあったりして、最近はそれも忘れてたんですけど、皆さんの話聞いてる中では、そういえばそんなこともあったなぁなんていうふうに思い出したりします。ありがとうございます。ですね、私もご多分に漏れず死にたい病とかは10年ぐらいでもうちっとなったりしてって感じですよね。ご存知の方はご存知ですが、症状を抱えてますし、で比較的初期に一生懸命座禅やってたらゼロの体験があった。でその体験が逆に憧れになって、あの状態が物理的に死ねるっていうことになっちゃって、で合病の方の悩みがぐるぐるやってたもんですから、逆に走ってるわけですよね。で渡辺さんとのお付き合いも長くなって、知的な理解っていうのは深まっていくんですが、やっぱり知肉化できてないっていうか、身体化できてないっていうか、こういうのはありますよね。で今いつだったかな、2010年ぐらいだったかな、その時にさすがと精神的に追い込まれたんで刃物を刺しました。自殺したっていう傷が残ってる。自殺です、結局。でもね、それでも決着はつかない。で私も魂というものは信じてません。でも因縁相続というか、輪廻はその渡辺さんの影響を受けた形で理解しようとしている。それこそ素粒子に始まって、動物、植物、鉱物、全てのものが瞬間瞬間お互いに影響を与え合って輪廻していると。それには言葉も
音も感覚、クオリアもそういったもの全てが因果、因縁として瞬間瞬間影響を与えながら、大ビリヤードのような感じでこの宇宙を構成しているというふうに思い込もうとしている。まだ知的な理解の段階で実感として強いっていう段階ではないです。そういった中で自分の心、まあ結構頻繁と渡辺さんに電話して愚痴っていうか相談しますが、もう自分の自我をいじるっていうか悩みをいじる気が失せたっていうか諦めがついたんで、ボンプはボンプとし生きようと、そこですよね。でいつか死ぬんだろうけど、その時知って抜刀して死ぬのか、あっさり穏やかに消えていくのかよう分かりませんが、それどっちでもいいかなと、成り行き任せ、それしかないだろう、そんなところですね。ありがとうございます。じゃあ、取れなかったかな。死についてだったら何でもいいんですか。うん、いいよ。まあ、私も小さい頃、だいたい小学校の中学年、低学年から中学年ぐらいで、やっぱり皆さんと同じように夜寝るときにはちょっと冷や汗かじょうというか、昼間はなんか気温が紛れるからいいんですけど、このまま自分が亡くなっていく、結局そのまま永遠にそれが続くっていうのが耐えられないんですね。でやっぱりそれって結構私もかなり強くて、それを追求してずっと突き捨てたっていうこともあるんですけど、私と同じ名前に悩むっていう説明をしている中島義光さんっていう人がいて、この人は私がすごい好きなんですけど、あの人のこの前講演会初めて行ったんですけど、僕なんかより全然すごいんですよね。その気が狂いそうになって、そのノイローゼになって、死ぬ人では自殺もかなり考えたって言うんですけど、僕はそこまで中島さんってある哲学者の、そう時間かなんかの、そうあの人なんかすごい善に近いんですよね。で時間はないって言ってるし、でこの前言ったらなんかちょっと分かったような気がするって言うんですね。自分っていうのは世界から実は離れてた、単なる傍観者だったんで、だから結局自分がもし肉体がなくなっても差し引きでプラスマイナスゼロっていうか、結局何も変わらないと、とか分かったっていうんですよね。で僕もですね、最近ちょっと善をやったせいかもしれないんですけど、昔すごい死が死んだら怖いってのがあったんですけど、全然なくなりました、ね、なぜかわかんないんですけど、それもしかして加齢のせいかなって、年取ったらせいかなと思ってたんですけど、全のせいかな、よくわかんないんですけど、全然怖くなくなっちゃったんですよ。で、皆さんのちょっと今話聞いてて、私過去はそうだったなっていうような感じがするんですよね。で、それが本当に実感なのか、あるいは警備会なんかでもいろいろ洗脳されちゃったのかなって。ただなんかね、怖くなくなったのは確かなんですよ。だから、明日死んでもいいかなっていうぐらいに。それが実際そのものになったら分かんないんですよ。もしかしたら自殺するのかもしれないけど、ないんですよね、今、そういう。その、まあ、3年前に父親が死んで、もう両親が亡くなっちゃったと思うんですけど、その時、ちょうど接種の前だったんですけど、あ、もう私、天涯孤独なのかな、まあ、兄弟いますけどね。それで、その時なんかね、その接種の時、ちょっと分かったような気がしたんですよ。大体そういう時はダメ出されちゃったんですけど、あ、こういうことかって思ったことがあって、でそれもあってですね、どんどんその自分が世界から離れてくるじゃないんだけど、なんか他人事みたいになっちゃって、あ、それで中島さんも
そのあれ言ったらですね、講演会行った時に横島義美って、星之助義堂って言われるんですか、正義の義に義の義なんか、自慢はどうだっけ、島普通の島だな、で、義理の義理の道だな、こうか、ここでいいんだ、あの人も全部そのものですね、話聞いてるそれで結局時間はないですし、そのやっぱり今瞬間に世界が消えて壊れて生まれていくんだって考えるんですね。じゃあ何て言うんですか。まあ速攻そのものなんですね。でそれでですね。じゃあそれ最後に質疑を止まった時に質問した人がいるんですよ。質問した人がいて中島さんに、あなたはじゃあその何だっけ。あそう、渡辺さんも死を超えられたと思ってるけど、まだ もう少し先があるんじゃないかって言ってるんですね。まあ、禅なんかでもっと激しい語りみたいなのがあるんだろうし。で、今、マインドフルネスとかって流行ってるから、ああいうのと関係があるんじゃないですかって質問した人がいるんですけど、けど、中島さんの話がその説得力があってと思うのは、私はそういうそのなんか言葉を超えたものによって、それを知りたいと思わないんです、ね、ロックスによって世界を崩壊したいんだと、いうこと言ったんですね。あ、すごいいいこと言ったなと。なんか、私もそういう要するに言葉でっていう意味で、そうその意味は、うん。言葉によって世界を、自分の世界を崩壊させたいんだと言ったんです。それはすごいいい言葉だなって、すごい感じてですね。言葉によって自分ちょっと最後分かった。要するに、要は、その言葉を超えたもので決着をつけようとは思わない。こういう、それで要するに言葉のあくまでも彼は、まあ、中島さん、なんかアナウンサー中島さんね、だから哲学者の立場なんだろうな。そうですね、やっぱり要するにその本業に基づいて、勝手に脚色するとですよ、本業に基づいてですね、あくまでも言葉の世界の中で勝負したい、こういう潔の良い態度にですね、彼は感激した。こういう。ロゴスって何ですか。ロゴスって言葉。ロゴスって論理って言葉、言語で。だから超能力じゃないけど、なんかそういう超自然的な感覚によって悟ったっていう人はいっぱいいるんですけど、私はそういうのじゃないよ。私はロボスによって世界崩壊させて。ということでよろしいですか。皆さんどうもありがとうございました。ユーストリームで一つよかった質問が、ヤモーさん、ヤムーさん、なぜ死はあるのでしょうか。なぜ、うん、なぜ、なぜっていうのは、まあ、そういう質問をやめるためにやるそれはいいのかな、まあ、トトロジーだそれで、いや、本当、もう、ちょっと、本当、驚きました、まあ、だから、今や、一つの目的はですね、かなりうまくいったっていう表現よくない、まあ、多分だから人の精神ってのはそんな普遍性があるんで、多分だから他の人の話も結局自分の話だというふうに多分理解できたと思う。それでもちろん矛盾してることあるけど、みんな矛盾してるわけであります。でやっぱり何ていうのかな、話をすること自体はその人思ってないことを話したりするんだよな。なんか一見それ自分でいつも思ってることを話してるような気分になってるかもしれないですけど、多分話してるうちに理解するってことはまずあると思う。それとやっぱり人の話を何ていうか聞くってことが多分何かということで、なんか皆さんのおかげで思った以上にもっとね、みんな喋ってくれないかと思ってたんだよ。それでもう四角四面の話かなんかで仏教かなんかの話になっちゃうかなと思ってさ、まあ、色即是空かなんか話したいとかでという意味ではね、非常に ありがとうございました。だからこれを参考に、まあ、次回もこういう形式の方がいいかもしれない。要するにね、いくら説明してもね、まあ、何度もどなたからも言ったけど、あんまり意味がなくはないんだよ。けどあれです、だから
次回はこういう形と、それとあと、ただ要するに何ていうのかな、思ったこととか感じたことをやっぱりさっきのロゴスじゃないけど知的に理解しないと戸惑っちゃうってことあるんだよね。でもそれだけじゃいけないから自分から労働的に理解するために、だからね、多分ね、まあこれ結局死の問題っていうのは孤独の問題とか自我の問題と全く同一ですから。でだからそれをその何ていうのかな、これは私の勝手なあれなんですけど、そういう問題、やっぱり死の問題ってよくないんだよ。問題っていうのがその恐怖を持ってるってことは、多分生きることだとして、だからやっぱり解決しなきゃいけないんだけど、ストレートには解決できないから、その時そのどうしたらいいかっていうアプローチの仕方がまあ2つあると思うんだよ。まあこれは多分勝手に私の考えですよ。一つはその要するに心理のところから向かうんだな、エルゲンが生じなしというような構造的な問題、それとやっぱり今実際はさまざまな問題を持ってるわけですよね、現実に我々は。そんなあの私だって口でかっこいいこと言ったってさ、いずれ死ぬっていうのは全然あの変なあのイスラム国かなんかの誰で首切られちゃった人みたいな始まったらどうなるのかなとかさ、そう思うわけですよね。あの誰だけ死んじゃった人いますよね、殺されちゃった人、あの一人最後、あの写真なんかで見るとなんか国王見てるような顔してて、それでだからそうするとこっちはね出す方なんだよ。要するに話をしたり話を聞いたり、日常性の問題と、それとこの2つをこう2つ両方で、まあ、攻めていくっていうか思考していくっていう作業なんだと思うんだな。でまあ、ある種宗教とかそういうのは、まあ、こちらをある程度指し示してるんでしょう。あとやっぱり参加型だよね。でだから基本的には私が思考したいのは、要するに一般的にはこの正しいことがあってさ、お前ら、まあ、キリスト教的でも、まあ、キリスト教とかそういう特に強いわけだけど、まあ、禅宗なんかもそうだよ、こういう非常にこう何ていうのかな、こうなんつうのプレッシャーかけるっていうかさ、こういうスタイル でだから権威が生まれてっていうスタイルなんですけど、多分ね権威なくて できるはずなんだと思うんです。だからそれはただ一人でやるのはすごく大変っていうか非常に困難だから、だけどこれぐらい人数が集まればね、多分それが何かだと思うんだな。でそういう場をあの私としては作りたいし、それは一人で作れるわけじゃないし、皆さんのご協力をお願いしたい、まあ、というようなところで、あの次あのちょっと2次会行きます。で初めての方はね、あの次、ね、あそこのなんだっけ、あの荻窪の駅のところのサイゼリアで、10時まで閉められちゃった。10時まで終わりだってそれであのよろしかったら、はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、よっ、すいません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 、すい